仕送りなんて言いながらたったこれだけなんておかしいでしょう。徹夜の稼ぎならもっと余裕があるはずなのに、ゆきさんったら遠慮しちゃって。はあ、ゆきが私への仕送りに月1000円というのは確かにおかしい。実はゆきが私に仕送りをしてくれるはずだった金額は月13万だと、その後にゆき本人から伝えられた。差額分は一体どうなってしまったのだろう。いえ、それだけではない。なんと私のキャッシュカードからは覚えがないほどの金額が引き落とされていたのだ。だが犯人の目星はついている。私は少しでも彼女のことを信用してキャッシュカードを渡してしまったことを後悔した。とは言うものの、ユキのことを考えるとことを荒立てたくはない。そう思っていたところにユキと哲也さんが動き出してくれた。そして私は彼女がなぜ昔から私に対して嫌がらせを繰り返してきたのか問い詰めたのだった。私は笠井信子、病院給食で働く60歳の調理員だ。高校の先輩だった夫との間に一女を設けたが、娘が2歳の頃に夫が他界した。私は悲しみのあまりしばらくは立ち直ることができなかった。だが私には大切な娘のユキがいるので、いつまでも落ち込んではいられない。そう思った私はユキに不自由な思いをさせないよう必死になって働いてきた。夫の他界から30年以上が経過した。ユキは今看護師として立派に働いている。私は30歳を過ぎて結婚をしていないユキを心配していたが、ユキは私を一人残して自分だけが幸せにはなれないと言ってくれていた。そんなユキにも最近恋人ができたようだ。近々結婚の報告をしてくれるのではないかと私は密かに期待していた。すると期待していた通り、ユキが彼からプロポーズをされたと報告してくれた。ただユキの表情はどことなく陰りがあるように感じる。何か理由でもあるのかと心配になった私はユキに尋ねてみた。どうしたのユキ、もうすぐ結婚するっていうのになんだか冴えない顔をして。私の問いにユキは気まずそうな物言いで答えた。あのね母さん、私結婚したら母さんと暮らすか、せめて近くで暮らして母さんとは今まで通りでいたかったんだけど。ユキはそう話を切り出すと、彼やその家族について話してくれた。彼の名前は五十嵐哲也という、ユキが働く病院に営業で来ていた製薬会社の社員のようだ。ただ哲也さんの母は嫁をもらったら絶対に同居するという考えの人だという。どうやら2年前に夫を亡くし、大切な一人息子まで失いたくないのだそうだ。私とは違い、最近になって夫を亡くしたのであれば確かに寂しいと思う気持ちもわかる。そう思った私はユキにこう言った。そうね、そちらのお母さんは今一番寂しい時かもしれないから、息子にそばにいてほしいと思う気持ちなんとなくわかるわ。でも一人になってしまうのは母さんも同じよ。ユキは私を心配してそう言ってくれる。とは言うものの、何よりも大切なのはユキの幸せだ。私のことなら心配いらないわよ、一人でも大丈夫だから。あなたは彼と幸せになることだけを考えてね。私はユキが安心して幸せになれるようそう伝えた。そしてしばらく経ち、ユキは婚約者の哲也さんを我が家に連れてきてくれた。明るく温厚そうな性格の哲也さんはとてもいい男性のようだ。この人ならユキを幸せにしてくれる、そう
安心していたのだが、このあと哲也さんの母親と顔合わせをしたときに、私は驚きと同時に同居するユキのことが心配になったのだった。顔合わせは哲也さんの実家で行った。この家がユキの義実家となり、これから暮らしていく場所になるのだ。私はそう思いながら、新調したスーツに身を包んで、ユキと共に五十嵐家へ向かった。五十嵐家は想像していた以上に大きくて立派な建物だった。大きな門構えを目の当たりにした私は、思わず息を呑んだ。こんなにお金持ちそうな家の母親だから、私なんか比べ物にならないくらい品格の高い方なのではないだろうか。そんな私の気持ちを察したのか、ユキが緊張を和らげてくれた。母さん、そんなに緊張しなくてもいいわよ。リラックスして。そうね、ごめんなさい。母さんが緊張したって仕方がないもんね。私はユキには心配かけないよう、笑顔でそう答えた。そして一度だけ深呼吸をしてインターホンを押した。すると玄関から哲也さんが顔を出してニコリと微笑んでくれた。お待ちしておりました。さあどうぞ上がってください。哲也さんの笑顔で私の緊張は幾分緩んだ。ところがその後ろから出てきた哲也さんの母親に思わずハッとした。どこかで見たことがある感じの女性に思えたからだ。はじめまして、哲也の母の園子と申します。私はその名前を聞き、心当たりのある女性が頭に浮かんだ。あのもしかして足立園子先輩でしょうか。え、確かに私の旧姓は足立だけど、誰だったかしら。やはりその人は私の高校時代同じ部活にいた2年先輩の旧姓足立園子先輩だったようだ。あの2年後輩の吉岡信子と言います。私はそう答えると、気まずい表情を見せながらとっさに頭を下げた。すると園子さんの方も私のことを思い出したのか、急に険しい表情を見せた。実は高校時代の園子さんは私に何かと厳しくする先輩だった。理由はよくわからなかったのだが、私のことを目の敵にしているといった感じで意地悪をする人だったのだ。一瞬だけ険しい表情を見せた園子さんだったが、すぐに穏やかな顔に戻った。まあ吉岡さんだったのね。お互いに名字が変わってたから気がつかなかったわ。園子さんはそう言いながら微笑んだ。高校を卒業して40年以上にもなるので、私に意地悪をしていたことなどもう覚えていないのかもしれない。玄関先での挨拶の後、奥に案内された。そこには広々としたゲストルームがある。園子さんはお茶を入れてくれた後、私にこう尋ねた。本当に娘さんをいただいてもよろしいのですね。いきなり娘をいただいてもいいかと聞かれ、私は内心穏やかではなかった。しかしユキの幸せのため、ここはぐっとこらえるしかない。はい、至らぬところもあるとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。私はそう言いながら深々と頭を下げた。そんな私を見た園子さんはツンとした表情を浮かべ、見下すような口調で言った。最初に言っておきますが、哲也は我が五十嵐家の大事な跡取りだから、その嫁には親である私の方針に従っていただきますと申しますと。何も難しいことではありません。ただ私が決めたことに逆らったり、私のことをないがしろにしたりさえしなければいいだけのことです。
園子さんの表情が次第にあの高校時代の先輩の目に見えてきた。同居が絶対条件だというだけでも厳しい家庭に嫁がせると思っていたが、実際にはそれ以上にもっと厳しいことを言われるのかもしれない。私はやはりユキの今後が心配になってきた。だからといって結婚に反対するわけにもいかない。幸いにも哲也さんはいい人だから、私はとにかく彼を信じてユキのことをお願いしようと思った。ユキが結婚し一人になった私はとにかく仕事に専念した。体調を崩すようなことがあってユキに余計な心配をかけないよう、いつまでも元気でいたかったからだ。ところがある日のことだった。職場の給食室に発注していた米が届いたのだが、たまたま昼休みで誰もいなかった。30キロもある大きな米袋を出入り口に置いておくといつも看護師さんに注意される。仕方がないので私は一人で倉庫まで運ぼうとした。よいしょっと。そう言って持ち上げた途端、ギクッと腰に強い痛みを感じた。慌てて袋を床に置いたのだが、その場から動くことができない。私は痛みに耐えながら声を振り絞って助けを呼んだ。その声がなんとか給食室の外に聞こえ、看護師さんが駆けつけてくれた。私はそのまま診察室に運ばれた。診断の結果、ぎっくり腰になっていたようだ。もともと上背があるところに立ち仕事で無理をしていたこともあり、長年にわたり腰痛には悩まされていた。私は治るまで安静にしていなければならず、そのまま入院することとなった。ユキには心配かけないよう頑張ろうとしていたのに、病室のベッドでそんなことを考えていると自分が情けなく思えてきた。そしてその日の夜、ユキが病院に来てくれた。母さん大丈夫？職場の人から連絡があってびっくりしたわよ。でもごめんね、こんなに遅くなっちゃって。あら、いいのよ。ユキは家族に気を使わなきゃならないんだし、母さんの方こそ心配かけてごめんなさいね。ただのぎっくり腰だから大丈夫よ。私はできるだけユキに心配をかけないよう笑顔でそう答えた。だがユキは私の身を案じてこう言ってくれたのだ。母さん、今まで私を育てるために無理をしていたんだもん。これからは私の方が親孝行をしたいの。仕事があるから身の回りの世話はできないけど、生活に困らないようにできる限り仕送りさせてもらうわ。だから母さんはしばらくゆっくり休んで腰を治すことだけに専念してね。私はユキの優しさが本当に嬉しかった。しかしあの園子さんが仕送りのことを許してくれるのだろうか。気持ちは嬉しいんだけど、お母様は大丈夫なの？うん、今日帰ったら話してみるわ。きっと大丈夫よ。とりあえずユキが私の口座に仕送り分を振り込んでくれるというので、私は家に置いてある通帳の場所を教えて、それをユキに持っていてもらうことにした。私の腰は思った以上に重症化していて入院が長引いた。退院してからも思うように動けない私は、仕送りをしてもらっても銀行の ATM に行くこともできない。そう思っているとインターホンが鳴った。モニターから応答すると、そこに来ていたのは園子さんだった。伝い歩きをしながら玄関に行き、ドアを開けると、園子さんは心配そうに私を見てこう言った。あら信子さん、無理させちゃってごめんなさいね。さあ、私の肩につかまって家の中まで連れて行ってあげるから。園子さんはそう言ったかと思うと、私の腕を自分の肩に乗せ家の中に入ってきた。いきなり何だろうかと思ったが、
私を椅子に座らせてくれると優しく声をかけてくれた。信子さん、一人で大変なのにゆきさんが仕事で来れなくてごめんなさいね。その代わりと言ったらなんだけど、不自由なことがあったら何でも私に言ってちょうだいね。急に優しく接してくれる園子さんに違和感を覚えたが、私は平静を装った。いえ、こちらこそ。嫁のユキが遅くまで仕事に出ていてご迷惑をかけています。それより今日はどのようなご用件で？私がそう尋ねると、園子さんは得意げな顔で答えた。ユキさんが忙しいから、私が代わりに毎月の仕送りを持ってくることにしたのよ。そう言いながら差し出したのは一枚の千円札だった。あの、そのお金は？私が唖然としながらそう尋ねると、園子さんは大笑いをした。仕送りなんて言いながらたったこれだけなんておかしいでしょ。徹夜の稼ぎならもっと余裕があるはずなのに、ゆきさんったら遠慮しちゃって。はあ。ゆきが私への仕送りに月1000円というのは確かにおかしい。徹夜さんの稼ぎを当てにしなくても、ゆきは自分の稼ぎから出してくれるはずだからだ。すると園子さんはさっきよりも得意げにこう言った。たった1000円ぽっちのお金だから、振り込み手数料がもったいないでしょ。だからこれからは私が直接持ってきてあげることにしたの。本当は私も少しは工面してあげたいんだけど、私からのお金なんて言ったら気を使うでしょ。その代わり買い物とか炊事洗濯とか何でもやってあげるから、いつでも私に言いつけてちょうだいね。私はどうも変だと思っていたが、波風を立てたくなかったので、素直に園子さんの行為に甘えさせてもらうことにした。すると園子さんはその日から毎日のように我が家に来て、掃除や洗濯、食事の支度までしてくれるようになった。高校時代とは違い、本当に優しくなったのだろうか。そう思った私は園子さんに心を開くようになっていった。そして買い物にも行ってくれるというので、私は園子さんに自分のキャッシュカードを預けることにした。夕食の支度が終わると、園子さんは夕方5時ごろには家に帰ってしまう。夜になり、一人で夕食を食べようとすると、ユキから電話がかかってきた。母さん、ごめんなさいね、あまり連絡もできなくて。久しぶりに聞いたユキの声。私は少ないとはいえ仕送りのお礼を言った。いいえ、いつも仕送りありがとう。月1000円でも気持ちが嬉しいわよ。私がそう言うと、しばらく沈黙が続いた。そしてユキから信じられない言葉が返ってきたのだ。え？毎月13万送金してるよ。え？お母さんからは確かに1000円だけいただいているんだけど。私の言葉にまた沈黙が続いた。それって手渡しで受け取ってるの？ええ、確かに毎月お母さんから直接受け取っているわよ。ユキは不思議そうに、と言うと、興奮気味に声を荒げた。私、仕送りのことを家族に相談して休憩時間に送金するって言ったら、お母さんが私が代わりに振り込んできてあげるって言うから頼んであったの。ちょっとお母さんに代わってくれないかな？まだいるんでしょ？あら、いつものように今日も5時には家に帰ったはずよ。え？そんなわけ。お母さんは毎晩遅くまで母さんの世話をするって、いつも夜中まで帰ってこないのよ。ユキの言葉に私も驚きが隠せなかった。園子さんはなぜそんな嘘をついたのだろう。そんな彼女の行動にユキも不信感を抱いたようだ。とりあえず
お母さんが帰ってきたら問い詰めてみるわ。ユキはまだ興奮しているようだが、このことでユキの家族関係が悪化しないか、私は心配になった。ユキ、私のことならいいのよ。ただあまり興奮しないようにそれとなく話してみてね。何言ってるのよ母さん。毎月13万ものお金がどうなったのかわからないなんて不自然じゃない。そうね。じゃあとりあえず哲也さんに相談してみなさいよ。哲也さんも仕送りのことは知っているんでしょ。私が諭すようにそう言うと、ユキは気を落ち着かせてくれた。わかったわ。何かあればすぐに電話するから待っていてね。ユキはそう言うと電話を切った。私は自分のせいでユキの嫁ぎ先に迷惑をかけてしまったことを悔やんだ。ユキからの電話を待っている間も、あちらの家でトラブルが起きないかと心配でたまらなかった。そして2時間くらいするとユキから電話がかかってきた。母さん、まだこっちにはお母さんが戻らないんだけど、その前に母さんに伝えたいことがあって電話したの。神妙な声でそう話すユキに、私は一体何があったのか不安になった。実はさっきお母さんの部屋を掃除していたら変な写真が出てきたの。高校時代の部活動の集合写真みたいなんだけど。部活動の集合写真？それがどうかしたの？私が尋ねると、ユキは言いにくそうに話を続けた。その写真、一番背が高い女の子の顔をマジックで塗りつぶして、その上にカッターナイフで傷つけてあるの。これってもしかすると母さんじゃないかなって。確かに私が入部した時、女子部員の中で一番背が高かったのは私だった。私もその写真を持っていたことを思い出した。そういえば母さんもその写真持っていたわ。母さんは後列の左端に写っていたんだけど。そう、そこに写ってる部員だよ。なんかすごく憎しみを込めて、まるで嫌がらせのように見えたわ。ユキにそう言われ、私は高校時代のことを振り返ってみた。入部して間もなく園子さんからの嫌がらせが始まったのだ。他の後輩には優しくても、私にだけは厳しく、常に雑用を押し付けてきた園子さん。なぜそうまでして私を嫌っていたのだろう。この写真についても問い詰めてみる。それと母さん、今までちゃんと生活費を渡せなくて本当にごめんね。どうしたの？突然話を変えて。だって今日通帳記入に行ったら随分お金を使っていたみたいだから。もう残高だってほとんど残っていないし、今度からは私が責任を持って母さんの生活費を持っていくからね。ユキにそう言われて、私は背筋がゾクッとするのを感じた。キャッシュカードを園子さんに預けていたからだ。それをユキに話すと慌てて言い返してきた。ちょっと、それじゃあこれはお母さんが全部引き出したってこと？やっぱりおかしいと思ったのよ。母さんが月に30万も引き出すわけないもん。30万？私が買ってきてもらうのはせいぜい1日2000円程度のものよ。園子さんはユキからの生活費だけではなく、私の貯金にまで手を出していたということだ。それってやばいわよ。私今すぐ郵便局に行って口座を止めてくるわ。本局ならまだ窓口が開いているし、代理人を証明するものと印鑑もあるから、すぐに手続きをしてくる。ユキはそう言うとすぐに電話を切った。その次の日から園子さんは我が家に来なくなった。そして3日後の朝、我が家の前に車が止まる音が聞こえたので玄関に出てみた。そこに止まっていたのは哲也さんの車だった。今日は土曜日なので確か哲也さんの仕事は休みだ。
車から降りてきたのは鬼のような形相をしたユキと園子さんの腕をがっちりと掴んでいる哲也さんだった。生活費やキャッシュカードの件でユキは園子さんを問い詰めたのだろうか。園子さんはいかにも無理やり連れてこられたような表情を見せていた。ユキは私の方に寄ってくると大声でこう言った。母さん、お母さんったら仕送りとして預けておいた13万をホストクラブにつぎ込んでたのよ。一昨日後をつけてみたら銀行の ATM でお金が下ろせないってわめいていたから、何に使うのか問い詰めたの。そしたら白状したわ。え、どうしてそんな。私は園子さんの方を見ながらそう問いかけた。園子さんは目をそらしながらも小さな声でこう答えた。私だって夫を亡くして寂しかったのよ。寂しかったからって、だからって人の金を勝手に使っていいと思ってるのかよ。哲也さんは腕をつかんだまま園子さんに怒鳴りつけた。そして私の方を見て頭を下げてくれた。すみませんでした、お母さん。母が使い込んだお金は必ず返させますので。いいえ、哲也さん、あなたが謝ることはないわ。園子さんを信用してキャッシュカードを渡したままにしていた私がいけなかったのよ。私がそう答えると哲也さんはまた怒鳴り声を上げながら園子さんに言った。どうして買い物から戻ってきたらすぐにキャッシュカードを返さなかったんだ。ずっと持っているやつがあるか。何を言われても園子さんは固くなに口を閉ざしている。そんな彼女を見かねたユキはさらに怖い形相をして園子さんを睨んだ。13万だけじゃ足りないからって母さんの口座にまで手をつけて、お母さんには今まで使った分全部返してもらいますからね。ちょっとユキ、私はいいから。園子さんが勝手にお金を使ったことは許せない。だがそれでユキの嫁ぎ先がギクシャクしてしまうのが私には辛かった。ひとまず冷静に話し合いましょう。私はそう言ってみんなをなだめると家に入ってから話し合いの場を設けた。とにかくお金のことよりも確かめなければならないことがある。園子さんは本気でホスト通いをするためにお金を着服していたわけではないと思う。おそらく今でも私に何か嫌がらせをする理由があったのだろう。私はそれを本人に直接確かめたかったのだ。園子さん、あなたはなぜ昔から私に嫌がらせを繰り返してきたの？ユキがこれからも安心してお宅で生活するためにもちゃんと理由を聞かせてほしいの。私の問いに園子さんは嫌なことを思い出しているかのような顔でこう答えた。あなたに恨みがあるからよ。あまりにも意外な一言に私はショックを受けた。私が一体何をしたというのだろう。心当たりがないかいろいろと思い出そうとしたのだが全く見当がつかない。恨みって私が園子さんを傷つけるようなことでもしたの？何か気に入らないことでもあったのなら正直に話してほしいの。すると園子さんは怒りを込めた声を上げながら私をにらみつけた。あなたは高校に入学してきた時私から恋人を奪ったのよ。大好きな彼だったのにあなたが入部した途端に彼はあなたを好きになった。私はそう言われてハッとした。入部したての頃声をかけてくれた3年生の男子がいた。その先輩とはすぐに意気投合して付き合い始めたのだ。そして私は大学を卒業後に彼と結婚した。まさか彼が私と付き合うまでは園子さんと付き合っていたなんて。ごめんなさい。まさか彼が園子さんと付き合っていたなんて知らなかったのよ。私はそう言って謝ったのだが
園子さんの耳には入っていないようだ。彼に問い詰めたわ。そしたら、あなたが周りによく気遣ってくれる子で、それで好きになったから別れてくれって言われた。私はあなたが彼を取ったことより、私より彼に愛されるような女だったことに腹が立ったのよ。園子さんのそんな言い分に、私はもちろん哲也さんや雪までもが唖然とした。おい、まさかそんな昔のことを未だに根に持っていたのか。それで母を恨み続けて、今頃になってこんな嫌がらせをしたって言うんですか。そんなの勝手すぎるじゃないですか。息子夫婦に責められる園子さんは、惨めな顔になりながらも、二人からの問いを振り払うかのように叫んだ。うるさい。私にとっては本当に大切な人だったのよ。その女のせいで私はショックのあまり恋をすることもできなくなった。だから結婚だって親が決めた相手に仕方なく嫁いだわ。私はその女に人生を狂わされてしまったのよ。園子さんはずっと私を指さしながらボロボロと涙を流している。とは言っても誰もその気持ちに同情するわけもない。私だってそれなりに辛い思いをしてきた。私は小さい頃から上勢があるから嫁のもらい手もないと年配の人などによく罵られていた。だが高校生になってからは、見た目がダメならその分優しい心を大切にしようと思い始めたのだ。だからこそ高校ではいい友人や恋人にも恵まれた。だが今の園子さんにはそんなことを伝えても聞いてはもらえないだろう。私は場をこれ以上荒立てないよう冷静になり、園子さんにこう伝えた。知らなかったとはいえ、園子さんを傷つけてしまったことは謝ります。ですがいつまでもそのことを根に持ったままでは、哲也さんや雪にも辛い思いをさせることになるんじゃないでしょうか。私はこれ以上娘の嫁ぎ先には迷惑をかけないよう、なるべく顔を出さないようにします。だからどうか雪のことは嫁としてこれからもよろしくお願いします。私が園子さんにそう言うと、雪は驚いた顔で私の方を見た。そんな、母さんは何も悪くないのにどうして。いいのよ、母さんは雪が幸せでいてくれたらそれでいいんだから。私たち親子の会話に園子さんは複雑な表情を浮かべている。やめてちょうだいよ。そうやっていつも自分ばかりいい人を気取って、あなたのそういうところが昔から腹が立っていたっていうのよ。園子さんはさらに大粒の涙を浮かべた。本当は自分の非に気づいているのだが、素直にそれを認められないのだろう。今彼女の心は暗闇をさまよっているのかもしれない。正直なところ、もうこんな女のいる嫁ぎ先に雪を置いておきたくはなかった。できることなら雪のそばにいてあげたい。しかしどうすればいいのかわからず、私は言葉を失った。そんな私の様子に気づいたのか、哲也さんがれっきとした態度で声を上げた。もういい、母さんにはもううんざりだ。だいたい母さんが振られたのだって自業自得だろ。それを人のせいにしていつまでもネチネチと妬んで嫌がらせなんかしやがって。哲也さんのあまりの剣幕に園子さんはショックを受けたような表情をしている。哲也、何を言っているの。いつもはそんなことを言う子じゃないのに。いつまでも息子は自分の言いなりになってくれると思っているのだろう。だが哲也さんは立派な人。たとえ親でも間違っていることを言っていれば、それを非難するのは当然のこと。隣にいる雪も真剣な眼差しで園子さんを見ながら言った。私もお母さんとはうまくやっていこうと思っていたんです。だから仕送りのお金や母のことも
安心してお任せしていました。でも私はもうあなたのことを信用できませんし、うまくやっていこうとも思っていません。ユキの言葉に園子さんは苦い顔をした。ユキさん、あなたって人は嫁の分際でそんな偉そうなことを言って。哲也、今すぐ離婚してこの女を追い出すのよ。出て行くのは母さんだよ。大声で怒鳴り返した哲也さんに周りは騒然とした。園子さんは大きく目を見開き、口をパクパクとさせている。出て行けだなんて、そんな、哲也。前から言いたかったんだけど、母さんはいつだって自分が正しいと思っている。家族や周りの気持ちなんか考えずに言いたい放題で、わがままばかりで。父さんも言ってたよ。本当は母さんと別れたいけど、生活力もない母さんを追い出すわけにもいかないって。俺もそんな母さんと一緒にいるのはもうたくさんだ。哲也さんは今まで言えなかったであろう母親への気持ちをぶちまけるように叫んだ。園子さんの目からはまた涙が流れている。信頼していた息子にそこまで言われると、もう返す言葉もないのだろう。そのまま床にひざまずくと大声を上げて泣き出した。それでも哲也さんは容赦はしなかった。泣こうがわめこうが誰も味方なんかしてくれないよ。あんたさっき言ってただろ、父さんとは親が勝手に決めた結婚で人生台無しにしたみたいなことを。哲也さんがそう言うと、泣き止んだ園子さんは顔を上げた。しかし目を合わせられないと思ったのか、横目で視線をそらした。哲也さんも悲しい表情を浮かべている。確かにそんな話を息子の前でするものではない。まるで我が子を産んだことまで後悔してると言っているようなものだ。哲也さんも目に涙を浮かべこう言った。母さんとはもう親子の縁を切る。だから頼むから出て行ってくれ。もちろん使い込んだ金はちゃんとユキとお母さんに返してあげてくれよ。そう言われた園子さんは何も言い返さずにうつむいている。おそらくお金を返すあてがないのだろう。しかしそれ以上に大切にしていた息子に捨てられるという悲しみに耐えられないようだ。なんで私ばかりこんな辛い思いをしなきゃならないの。どこまでも自分が一番辛いと思っている彼女、せめて素直に自分の非を認めてごめんなさいの一言があればなんとか力になれるものを。私も園子さんのことは完全に見放すことにした。あとは哲也さんとユキに任せておこうと思う。そして園子さんは家を追い出されることになった。哲也さんやユキとの話し合いの結果、使い込んだお金は遺族年金とパートで稼いだお金の中から少しずつ返してくれるようだ。だが一度も仕事をしたことがない園子さんには自分が食べていくだけでも精一杯だろう。慣れない生活と仕事にストレスを感じた園子さんは、たまたまパート先に客として来ていた男性に自分から言い寄って言ったのだという。その男性も彼女と同い年くらいの独身だったそうだが、言い寄ってきた園子さんに嫌な顔も見せず、二人は付き合い始めたのだった。だが世の中そううまくはいかない。ある日男性が園子さんのアパートに泊まりに来ると、彼女が寝ている間に財布や通帳、印鑑まで全て持ち逃げしていったそうだ。すぐに被害届を出したのだが、男性が偽名を使っていたらしく、どこの誰かもわからなかったため探すあてすらなかったのだという。結局園子さんは全てを失ってしまい、今では住み込みで働ける仕事に変わり、昼夜休まず働いているそうだ。私はユキからその話を聞いた。そういう理由でしばらくは私への返済も滞ると連絡があったからだ。
しかし私はお金のことは気にしていない。それよりも恋もできないまま生きてきた園子さんが今頃になって恋に溺れてしまったことを哀れだと思った。母親にもなりきれなかった園子さん、これからは誰にも相手にされず天涯孤独に生きていくのかもしれない。私の方は腰の痛みもだいぶ回復に向かい、そろそろ仕事に復帰しようかとも考えていた。だがそれもしばらくは先にしようと思っている。夫婦共働きで頑張っている哲也さんと由紀との間に待望の第一子となる女の子が誕生したのだ。名前は美優と名付けた。二人は託児所に預けようとしていたのだが、それなら私が美優のお世話をすると提案した。ユキは喜んでくれたが、哲也さんはちょっと遠慮気味にこう言った。いや、お母さんの気持ちはありがたいんですが、腰痛が治って間もないのにそんなの申し訳ないですよ。気を使ってくれる哲也さんに私も恐縮してしまう。するとユキがこう提案してくれた。だったらこうしましょうよ。美優が満1歳になるまではお母さんに見てもらいながら、私たち夫婦も交代で育休を取る。そしたら母さんにも負担がかからないでしょ。そうだな。子育てはみんなで協力すれば誰か一人に負担がかからないし、いい家庭環境にもなるからな。そう、子育ては家族みんなで協力し合うもの。そんな家庭環境を築き上げていけば、美優もきっといい子に育ってくれるはず。私は美優の顔をじっと見つめた。すると美優も私の方を見てニコリと微笑んでくれたようだ。あら、見て、ほら、美優が笑ったわよ。美優の初めて笑った表情に家族はみんな温かい気持ちになった。こんなにいい笑顔を見ると腰の痛みもすっかり忘れてしまいそうだ。私は今この幸せな時間をいつまでも大切にしたいと思うのであった。